との十三章を開いてください。四から七までお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。 礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。お祈りします。天の巣のあなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。ア 改めてこんばんばは、えー、っとイスラエルのビデオができていますのでそれを、えー、っと見ていただきたいとこういうふうに思います。 「国籍は」 らいからさ えっと10月30日から11月10日まで、えー、っとイスラエルにチームがこう行きますそれで、えー、これはですね、えー、っと私たちの年度の終わりが10月でそして年度のスタートが11月で年度のスタートのそういうですね、えー、派遣となるんですねどうぞあの皆さんねえー、っと行けるように乗っておいてください。 えー、またあの今回ね行くのは見心でない方々はえー、っといつも祈ってる祈りの時間とか聖書の時間はそのようにしてプラスねえー、っと新しい年度ねそれから今までの年度の感謝などに関して時間を取ってね祈られることをお勧めいたしますえー、っとまあチームが行く行くってことは全体が行くってことであってで心を合わせて祈ることによってね特別な祝福が 神様からやってくるとということを確信しますのでねどうぞ、主にお前に備えていろんな言葉を受けていただきたいと、こういうふうに思います。それで、えー、と今、頑張っている人はね、これから、奇跡はこれから起こ,起こりますのでね、どうぞ、えーと、覚えておいてください。えーとね、希望を失っている人はだめね、えー、そして何か希望を持って祈っている人で、ね、神様が特別な祝福を表す方がいらっしゃると思いますのでね。 期待しつつ、見といていただきたいと思います。それで、今度はえー、っとロシア系ユダヤ人のところにこ全員で行くと言ったんですが、えー。なんか人数が入らないということで。なんともあのイスラエル人と日本人に似てますよね。直接言わないんですが、暗示するみたいなね。 ですから暗示がかからなかったという形でいくとというよううよなな形になると思うんです <laughs> それですねえとイスラエルに行く方でいや私はもう別にロシア系ユダヤ人には興味なかったからねあのガレアヤ役で黙想したいっていう人はぜひぜひ全然断りませんのでねただし行きたいという人も全員連れて行きますので。 どうぞそのつもりでいいらっっしゃってたただきれとともにあのポーランドの方々がね来る可能性があるんですね。で私たちが奉仕をした中でも本当に神様の技が起こったところで向こうの教会の方も喜んでくださってもう一瞬にして、えー、と兄弟姉妹なんですけどね本当に親しいそういう関わりが与えられたっていう感じの教会なんですね。でそここでイスラエルのことが語られて それが開かれたって言ってねちょうどお礼の電話がなんかね坂木牧師のところに電話かけてきたときに我々のイスラエルチームとぶつかるかもしれないっていうことになって私はあのねぶつかればいいなと思いますねそして初期の首脳銃下の宣教においてはねポーランドを中心として祈ってましたから何か特別なね感覚を感じるんですよねですからまあ会えたらいいというふうに思いますしまたいろんな神様のね祝福があると思いますから。 期待しつつね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。しかし、何度も言っているように、サラ金には行かないでいただきたいねサラ金行ってる人はもうやめて。で、神様にまずね、返してもらって、ね、そして、えー、行きたいと。それから上司と喧嘩しちゃだめ、ね、上司がだめだって言ったら、そのまま受け取ってください。ただし、心で受け取って、祈りで返す。 ね、見心だったらまあ奇跡が起こってきますのでね、まあ、いろんなことが起こってくると思いますが期待進みとといいいいてたいただきたいと思いますそれで、えっと、山浦郡平の映画の宣伝がありますのでそれを見ていきたいとこういうふうに思います。うん 無事に育ちますように神様無事に育って大人になってから人様にはご迷惑をかけず地位とでもええことをするものになりますように岡山の本郷から参りました山室です当社で勉強することができる新島先生のところで勉強することができる だからこそ同志社はこの一国の良心とも言うべき人々を養成したいと思っているのです新島先生は亡くなりましたが新島先生を導きくださった神は生きています僕はその精神の世界で人の役に立つって決めたんです誠に誠に私は今神のおかげでここにいるのでございますあなたは初めて私によって 神に導かれた方です身も霊魂もすべてあなたに差し上げますどうか受け入れて清め私を人々の救いのために働かせてください誰にでもわかるように福音を伝えるものとならせてください明日の時代を作るのはこの子供たちなんですこの子供たちを育てるのは大人の責任です 文明開化で世の中が変わっても苦しんでいる多くの人たちがいるのは変わりありません,んそういったことを議論するより現世の救いのためにいきたいのです 人が笑うと自分も嬉しいですよね愛です愛のために命を投げうつ覚悟をしたんだろう一番優れているのは愛です,愛です神の言葉を伝えるにはまず愛することから学ぶべきです愛ですね愛です We are prepared to die! to 明治になっても百姓は生かさず殺さずという江戸時代からの政策は続き娘を売らないと生きていけない貧しい人たちがたくさんいたのは変わりありませんでしたこんな綺麗なベベ切れるようになったか毎日白い飯もたらく食えるようになったのなやろうども出てこい 私の一切の罪、そして罪と疑わしくことを消したり、これからはただ、神がなれと仰せられるままとなり、なせと仰せられるままをなすためだけに生きながらえることを誓います。 どうもありがとうございます。<手>えっと東京ではこの映画はですね新宿の武蔵野館で来週から三週間ぐらいやるそうですね。あといくつかの都市でやるということでですのでね。えっ、ー、とどうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。旧世軍はえっ、ー、とイギリスがスタート大だったとウイアンブースだったと思いますけど。 そこから始まったグループで、考え方は福音派ですよね。で我々とちょっと違うのは宣伝ではなくて入隊式をやりますね。我々は宣伝すべきだと考えているのでそこは違いますけど、しっかりとしたグループなのでおそらくクオタ君はいい映画だったって言いましたけど、多分そうなんでしょう <laughs>。後ろに九千軍があるから。それで九千軍の伝道の仕方っていうのは。 あの興味深い仕方を取っていてどういう仕方を取ったのかというと事前事業っていうことからねもちろん直接福音を宣教している部分もあるんですが事,前事業というこをを強く力を入れたんですよねそれで、えー、と私もあの不思議だなと思ったのは篠間のこう歩みの中でね篠間の歩みって事前事業に行きそうな教会ではないんですよねも即進行ね、即電動一本でバンバンやるっていう感じでしょ。 しかし、あのー、神様がね、えーえー、この教会の主として私たちを導いてくださった時に個人の働きとかねいろいろなそういう働きに対して神様が導きを表してくださってますよね。で最近ネパールでですね一気にキリスト教の、あのー、パーセンテージがね広がったんですね、まあ、山下牧師が調べてくださいましたけどもでその時にですね 事,前事業が非常に大きななポイントとなっているだから事前事業っていうのはねいろんな方々を助けるということでそれ自体で素晴らしいんですがそれにとどまらずね大きな宣教の方までいくっていう事柄をねちょっと統計的に見せられてちょっと手をね崇がめたんですね感謝したいとこういうふうに思います。いい <拍手 S 1>、まあ、いろんな面でで興味深いと思いますのでどうぞ、えー いらっしゃっていただきたいと思うんですね。またプレゼントにもなりますのでね。どうぞお願いします。それで一本動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。みなさん、こんにちは。今日のテーマは、ロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章に、ゴクマゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。ゴクマゴクとは、 北の果てのあなたの国とあるようにイスラエルから見て北の果てのロシアを表しますまたペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとありますペルシャは今のイランクシュはエチオピアプテはリビアのことでロシアはイランエチオピアリビアその他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのですロシアがイスラエルを攻める時期について エ,ゼキエル書38章8節を見ていきましょうこの予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが多くの国々にイスラエル人が散らされまた集められるという予告を含みますその予告通り AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされイスラエルは廃墟となりますが20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます そしてイスラエル国として1948年に独立しましたさて彼らはみんな安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示していますこれは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます中東和平は寒暖時代の初めに締結されますからこの戦争は寒暖時代に起こることがわかります目白く6章8節 第四の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますがこれがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを見していると思われますイスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなくロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます核兵器も使われると思われ凄まじい数の死者が出るでしょうロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書三十八章十二節にあるように経済的理由と思われます さらに38章4節を見ると自分から積極的に出ていくというのではなく経済的に追い詰められ出ざる得えない状況となり攻めるようになるのでしょうしかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします結局この地震がきっかけとなりロシア軍と同盟軍は混乱し同士討ちをするようになり敗れるのですこの地震は第6の不印の地震と思われ裁きと関わる重要な意味を持っています 私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要がありますそれではまたはいどうもありがとうございましたえー、っと、このロシアの動きっていうのはですね観難時代の中で起こってきますこれは目標区の時代ですねいわゆる7年間あって大観難と観難に分かれるわけですが このの一番最初に中東和平というのがありますですから中東和平これがカニであるというふうに思っておいてくださいそしてですね真ん中にヨーロッパが一つの国になると EU が一つの国になりますですからえっと一つ印は明確になってるんですよねそれが近づいてきてるっていうことですそしてこの関南時代の前半の時に ロシアがイスラエルを攻めるとということになりますですからロシアイスラエル関係というのはこれから決定的に悪くなるということになりますね。そしてですね、えー、っとそのロシアが出てくる理由は、えー、どういう理由かっていうと経済的な理由だって書いてあります。で経済的な理由で,で顎に鍵をつけられて引き出されてくるってこういうことですよね。 ということはこうやって引き出すということは出たくないけど出ざるを得なくなってもうやむをえず出てくるっていうこういうことですよね。ですからえっとロシアの経済的な状況が悪くなって出たくないんだけどやむをえず出てきてえイスラエルと戦うというこういうような形になるということですね。そしてその時えっとイランとエチボイフアとそれからリビアその他の国々が同盟していると,ということですね。 今はも世界情勢から見れば、えー、まさにそういう状況があの現れる可能性が出てきているということですねですからもうお,そおそらく我々の生きている間に来るかもしれないし来ないかもしれないですけどただ、えー、と今あの特別な時代に入ろうとしているんですねでその時代にね、えー、特別な使命が皆さんにあるということを、ね、どうぞあの覚えておいてください 逃げ回って最後に守られて助かったって。それがあのポイントではなくて <laughs>。ま1つはですね。こういう時代に神様のいろんな奇跡とか栄光がね。皆さんに表されます。ですから、えっと信仰の対応を取る時にね。結構楽ちんに抜けられると。いう風うに感じられます。人が思うのとはね。ちょっとまるで違うと思います。私も厳しい中通りましたけど、実は結構楽ちんだったですよね。 神様を守ってくださいからちょっと共に、ね、あの皆さんを通して神様はいろんな奇跡と技を成してくださいますね。でまさにあの主の栄光が表される時であるのでどうぞ皆さんね信仰持ちず皆さんの知性とか人間的な力ではなくて神の力によって、ね、対応しておいていただきたいとこういうふうに思います。それで、えー、っとリババイランが始まった っていう言葉がです、ね、数年前に与えられたんですがその中でちょっと感じることがあるんですねもう最近もね一つ思ってきたのはま,まさに始まってるなっていうのいろんな動きが起こってきてるっていうことが一つあるんですがもう一つねその時にあっでに、えー、とリバイオの働きが、ね、開かれてきてるなってちょっと感じたんですよね。 それは例えば私たちの教会の形ですよね。この形とオンラインになって全世界に展開するっていう形ですよね。これはいわゆるリバイバルですよね。そしてねまさにその動きが起こり始めてる起こるってことをね認識させるようないろんな事柄が起こってきてますよね。それとともにね賛美の働きですね。賛美の働きでちょっと驚くのはいろんな方々がね えっと立ってきたんですが、これはね皆さんね皆さんの実力だと思わないでください。ね神様がね望んでいるだけです。教会を通してね神様が働いてるだけです。しかしねもっと大きなことが起こります。でこれはえっと途中であってですねこれからすごい技が起こりますよね。しかし賛美の働きで予言されているのはこれリバイバルですよ。 その時にね、まあ、他のことも含めて確かに始まったた働いているとこういうふうに感じるんですね。それとともにね一つちょっと感じたことは何かっていうと、まあ、一時ある期間になった時に死の十字架にね人が全く来なくなったんですね。新しい人が来なくなった時期がねずっと続いてた ところが、ね、リバイルが起こったって後に人が来始めた今90%以上の教会に来てますよねそしてね嫌になっちゃう何が嫌になっちゃうかっていうとですね、まあ、数人の名前を挙げることができますがそれは何かっていうとね人が来たでしょ来た時にね人が来ると思ってない恥ずかしいですよね何が恥ずかしいのかっていうとね間違えて入ってきたと思う ね、あ稲川さん間違えたな。<laughs> ね <laughs> ああ人が入ってきた時言ったもんねどこをお探しですかって <laughs> そしてね皆さんね何人も何しに来たんですかってね場所が違いますよみたいなねでそういう感じだったでしょさすがに今はねそうは言わなくなったんですね人がねどん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 やってきてるんですねそれとともにね。 救われてきた。ですね。安東家も。ね、毎週二人ぐらい救われていますよね。で、先週もね、えっと。救われたんですよね。で、先週の救われ方は。興味深かったんですが、まあ、突然救われたみたいな感じでしたね。えっと、祈った時に。主が望まれたんですね。で、ちょっと。 倒れそうになったのでやめたんでですけどでもねあ精霊がちょっと望んでおられるなって感じたのですぐ聞いたんですね「あの神様に信じることはできますが信じますか?」ってうん」っておっしゃるの、ね、で祈ったんですよねそしたらねもう喜んじゃって「来てよかった」って言ってねそしてね腰の辺りがねちょっと悪かったんですがねそれも癒さしちゃった、ね、そしてね見事な神様の救いの技ですね 感謝したいいいとこうううふうに思います <拍手 S 1> そしたら次の次の集会かな次の集会で音楽関係の人が来られていて音楽関係の方々はね我々の CD とかなんかは見てびっくりしてましたよね「この自分たちで作ったんですか」ってね、うん、こう言ってたんですねもう感謝ですよねそしたらね何か霊的なことをやってる方なんですがで霊的なことをやってる人って結構ねすぐあの 神様を信じる傾向があるんですね。例の違いが分かるからね。その人も信じられたんですよ。そしてねえー、っとねポコポコ信じ今まで人が来たって流れとともに、ね、信じるってことでしょそしたらね母も中学の青年も <laughs> なんか偶然に j f の「ジェイフェス s の 池袋をとぜ、取り掛かるそうですね。<laughs> え、ちょっと、ちょっとレベルの違うね、審査ですよね。<laughs> 具体的にね。それでね、えっ、ー、と、このことが必要だと思います。えっ、ー、とね、皆さんを通して、人が疲れ始めます。で、用意をしてこないため。ね、あの、用意は二つ考えられると思うんですね。まあ、一つはちょっと言われていることなんですが。えっ、ー、とね。 祈りのノートを作って救われる皆さんが救いを祈る人のリストを作って祈るね。もちろんあの前にやってた人もいるでしょうし私前にやっていて最近やってなかったんですがやりなさいって言われてやったんですがもちろんあのノートを作ってない時に祈ってないわけではないんですね。祈ってんだけどノートはできるとね、より明確な目標がはっきりするのでより強くそしてね祈ることができるんですね そしてね、祈りりが大きなな救いのポイントになります。す私はですねえっと大学のベンチにいる時に神様に4日間だけ捧げて個人伝道をしに来た人がいるんですね。で個人伝道をしに来たんだけどアンケートを取るだけでね何もされなかったんですがで私を教会に連れて行ったんですよ。 そしたらね私、救われてそ,れでその関係で岡本さんも救われて2 <laughs> 人救われたわけですね。でね、ありがたいですよね。彼が4日間ね、捧げてくれたおかげで私はね永遠の世界に行くことができますよね。今、どう思ってるんでしょう、多分私のこと知ってるかな、おかしなこと,なことになっちゃってと何か思ってるかな。<laughs> いやでもね天国にいた、やっぱりいたみたいな感じでね、天国であの再び再会できるというのは素晴らしいことですよね。どうぞ皆さんもね、天国で再会できる人たちを増やしていただきたいと、こういうふうに思います。で、祈りが聞かれます。私ね、言われたんですね、祈りがポイントだって。だから皆さんね、祈ってください。それと,とともにね、一つ感じるのは、えっとね、 救いの機会が皆さんの前に多くなると思います。で、その時に、えー、ちゃんと伝道できるようにしといてください。あるいは救いの機会があるのにちょっと恐れちゃってやめた,やめたってことないようにで。本当は救われたんだけど私が恐れた結果こうなったっていうふうにならないように。ね。えー、っとそういうふうにお,お,お願いします。それで、えー、っと私がですね えっと、まあ、伝道するっていうか救いを導くときにどういう方法を取るのかっていうと、一応あのお話をするんですよね。そしてね、相手に神の手が見えるとき、あ、これ主が働いてんだなっていう感じるときに突っ込みます。ですね、聞くんですね。あの今神様を信じることができますが、信じますかって聞くんです。 聞くんですねそうするとねあの言いますねはいとかねでね結構ねこれだけで信じちゃう人がね、えっと、私の経験上ね3分の2から2分の1入っていますそしたら皆さんね余計なことは言わない大体余計なことを言う結果ね本当は信じようと思うのはやめちゃったりなんかするわけですよねそれでね次にえっと 私は、ね、きあの言います、えっと、私たちは全て罪人ですけども、えー、そのことを認めますねってねこう言います。ね、で聖書で「人は全て罪人だ」っていうふうに言ってます、ね。それを認めますねってこう言うんですね。そうするとね認めます。だって事実だから。ね、で変なこと言わないくださいですあなたは罪人だ」とかなんかね。 であなたは罪人だって言うんじゃなくて自分は罪人だって言ってください <laughs> そして人はそうなんですってねそういう言い方ですよね言い方一つで違うから、ね、そしてね次にちゃんと言うんですね、えー、と私たちは罪人だけどこの罪は裁かれますだから私たちは裁かれるんですがイエス・キリストが会員十字架にかかってくださって裁きを負ってくださいました、ね、そしてねこれを信じますよね っって言って言ください、ね、理解するんじゃないんですね要するに信じるかどうかなんですねそしてね「はい」って言った場合ねあね「じゃあ祈りましょう」って声を出して祈っていただきたいと思いますえっと祈りの内容の大体のことは知ってますよねえー、っと「私はあなたを信じます」「今まで信じなかったことを許してください」 私は自分が罪人であることを認めます。これは私のやり方ですよね。私の全ての罪を許してください。十字架によって全ての罪が許されたことを信じます。イエス様はどうぞ私の心の中に入ってください。あなたが祈りを聞かれたことを感謝します。私は救われました。そして永遠の命が与えられました。イエス様は私の心の内に入られました。私は神の子です。ありがとうございます。 でお祈りすするんですそしてね2つのこととはちゃんと言っといていいくださいそれは何かっていうと一、えー、つはうちに帰ったら小さい頃から犯したと思う罪をこれは誰でもやるんですけどちゃんと言っといてくださいね私もやりましたって小さい頃から犯したと思う罪をお一人でね神様に向かって悔い改めて、えー、忘れた罪を忘れた罪を許してくださいって言って悔い改めて。 イエス様の十字架によって全ての罪が許されたっていうことを宣言してください。ねえー、そしてですね、えーっと、毎週教会に行っていただきたいと。でぼせのことも言ってもいいんですよね。まあそういうような感じにするんですけど、えー、っとね、備えをしてください。いいですか、えー、っと私あの、この流れっていうのは大きな流れになってくると思います。波があるにしてもね。 そうすると、ね、皆さんの周りに、えっと、神様はね救われるべき人たちを導いてくれたりなんかしますからだから備えておく祈っておく用意しておくそして来られたこと時にちゃんと福音のことをね述べられるようにしておくっていうことは重要なことです。であの今の流れを見てみますとねこれはね来るぞっていう。 感情私は持っておりますしそれがやや遅れたにしてもちょっと遅れてはくるわけですからね。ですからどうぞあの皆さんね「ああ何言ったら分かんない」とかね <laughs>「あ,あのひどい人はね神様のことをねえと教えてください」って「いや誰がいないかな」って「また次の機会に」とかね <laughs>「いるんだから <laughs>」。ねあのそれはもう時が来てるので。 まあ我々はリバイバル、リバイバルって言ってるわけであってね、とリバイバル、リバイバルって言ってるのが、そ、え、ば、ー、に救われるべき人が来て、えー、そしてね、何も言えなかったって書いちゃったらダメなわけですよね。岡本牧師が言っておりました。何かっていうと、私が教会に行くときにですね、簡単についてきたんですね。そしてね、なんでついてきたのかっていうと、岡本牧師、神様を求めてたんですね。そしてね、言ってました。何かっていうとね、 神様を信じたくてね、OSCC に行ったって。そしてね、そこに座ってね、待ってたって。誰かが話しかけてくれないかって。誰も話しかけてくれなかったそれでね、がっかりして帰ったって言ってたんですよ。ね、彼ね、救われるために行ったんだけど、何の手もなかったっていうことですよねでどうぞ皆さんね。 神様は私たちを手として使ってくださいますので、えー、と来ます。いいですか来るので祈って待ってるのとそれとともにいざそういう時になったらちゃんと神様のことを伝えてねそれで導けるようにしとく、ね、これはあの重要な事柄であるということをね覚えておいてください。えー、とそれとともにですね、えー、といろいろな、えー、と神様のね 働きが起こっておりますえー、っと救いのための祈りのノートっていうのは必要だと思うんですがまた祈りのための祈りのノートっていうのも必要だと思うんですねですから作れる人は作っておいてくださいじゃないと祈りっていうのはねものすごいでっかい祈りが答えられたときは覚えてるけど小さな祈りが答えられたときもう忘れちゃったりするんですよね何が起こったかわかんなかったりするんですねで、 それをしっかりと捉えておくことは、えー、祈りがどんなに素晴らしいものかを知る上でね非常に重要な意味合いがあるということをね覚えておいてくださいそれでね先週なんか神様の特別な祝福が祈りの答えがあった人ねま気まぐれだからなここ,こ,こ,この間40人50人100人ぐらい手を挙げてたけど今日はゼロ <laughs> ね 多分ね、たくさんあると思いますよね。私もね、あったんですよね。もう何があったのかというとですね、皆さんに言いましたよね、あの歯医者行くべきかどうか祈ったら、目の前に歯医者からの招待状が来てたと。まあ、これはね <laughs> ね、私の人生で歯医者からの招待状そういう形で見たのは生まれて初めてだから <laughs>、こう、行くんだなと思ってね、行ったんですね。で、行ったときにね、私に、ね、歯医者ってのはね、 大体に合わないになねそれからね待つのはダメなんですす待つのがダメなんですねそれでねこの祈りっていうのはねちょっと強引すぎるけどねまあ見心ならば聞いてくれるからと思ってですね祈ったんですねえっ、ー、とね待ち時間なくてそのまま診察と治療に入れるようにってね祈ったんですよねそしてね。 まあ早く帰かったんですね、まあ、40分前後はかかるかなと思ったんですけど10分でぐらい、ね。そしてね行ったんですよね。そしたらね誰もいない。そしてね誰もいないけど待ってるのかと思ったらそのまま入ってくださいって言われて待ち時間なしで入っちゃって、ね、確か私が見る限り初めてかな。そしてね治療してもらったんですねねそししたら、ね、治療してね。 病室で出て帰る時にはね見たら10分あ主に感謝したいとこういうふうに思います、えっと、いろんなところで主はね働きをなしてくださってるので,で小さなこともあるでしょ例えば前の席開くようにとかねそれから左の方を見てねイエスキストの宮に寄ってみるとこの人はされるとかね。<laughs> <laughs> い,いなくなくったとかねいや私ねあのもう驚いてるそれは何かっていうとね電車乗るでしょ私ねもうほとんど確実に空いてるんですよ空いてるんですねまあその,あのポイントには二つ理由があるんですね一つはね私はね本能的にどこが空いてるかをね察知する能力があるんですいやこれはあるんです本当にだから他の人よりもね見つけられる でもねそれを与えてくださったのは神様だからそれとともにねそれがあったってねだめなんですよねどうにもならない時あるんですね祈りですよ祈りねもちろん聞かれない時もごくまれにありますが違った形でね神様を助けてくださいますよねでもねそれを見る時にね主の守りっていうのを感じますよねちょっと感謝したいとこういうふうに思います <laughs> えとそうしましたらね えと四日市でちょっとお話を聞いたんですね亀井さんは素晴らしいなと思ったんですが中学生の子がねえー、とクラスに入ったんですけどなんか厳しい先生のクラスに入っちゃったみたいでそしてねクラブに入ろうとしたんですけどそのクラブはね土日は休みだから教会に来られるんですね。そしてねそのクラブに入ろうとしたらそのクラスの先生が小物の先生になっちゃって。 そしてね土日はクラブに出ないといけないいいとけっって書いちゃったんですねで土日休みって言ったらもう入らないでくれって言われてですねそしてねそこに入ることはできなかったでそれで厳しい取り扱いを受けたんです。でそうしましたらねどうなったのかというと学校にいる時中学生ですけどねいじめにあっちゃって。 ですね,でね先生はね2位にだったんですよその先生そしたら彼らがいじめるわけないって言って逆に悪者にされしちゃっただからね非常に困難な中を取ったんですね2年になった時にね先生が変わるようにって言ったらいい先生になって3年になった時に先生がいい先生になるようにって言ったらまたいい先生になったんですってそしてね、えー、と卒業生式だっけ、えー、学園祭ね 学園祭の時に、えー、とそ,その先生が言ったんですってね歌ってくれる人はいないかなってなんか出し物かなんかでそういうのあるんでしょうねそしたらみんなねそ,、えー、のその女の子歌えるもんだからねその女の子を言うんだけどいじめられると嫌だからね全部ね拒否してたんですってそしてね学園祭の、えー、時に歌うっていうことをね、まあ、最終的に拒否したんですってそして拒否した後にね 神様が歌いいなさっっってて言ったんですってそれでねもう拒否しちゃったから「もし歌うなら先生がもう一度私に歌え」って言わせてくださいって言ったら後ろにいたのかな、ね、そしてね歌,歌わないかってもう一度言ってきたので、まあ、これは御心だと思ってねあの歌うことにしたんですってそしてね前行の前で歌ったんですよね。 そしてね、どうしたのかというとね輝く光の中さっき渡辺さんが言ってましたよねこの曲歌ったんですよそしたらね、精霊が働いちゃってそしたらね部にクラブに入れてくれなかった顧問の先生、ね、そしてちゃんとあの、いじめの訴えを受け入れてくれなかった先生がね、感動をしちゃって泣いちゃってそしてね言われたそうですね。 この歌はね卒業生全員が聴くべき歌だって主の栄光を表されましたね感謝したいとこういうふうに思いますえっといろんなところでね主の働きと技が起こってきてそれが進み始めているのでどうぞねそのことを覚えておいていただきたいと思いますそれで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですが神様は と私たちの関係を考える時にですね何がポイントになっているかっていうと神様の愛です。で皆さんね私たちほど愛されている者はいません。私はあの神は愛だっていうねことは初めから聞くわけですけど論理的にね 神はは愛だっっててことはう受け取ってましたよねしかしね実際的に、まあ、イエス様が十字架にかかったんだから神様は愛だってねそういうふうには受け取ってましたけども心において霊においてね私ねよくわからなかったんですねでもまあ神様は愛だなっていうふうに思ってましたけどところでねクジラン生活がね40年かな40年経ってみると50年かな ね、4 5 0年経ってみますとねあの感じるんですよね、えー、それはあの交わりの中でこう神様がいろんなことをやってくださってねここまで緒が働くのかっていうことをね、あのー、たくさん見てきたからですで神様が私に対して悪いことをしたことは一度もなかったですねでそう書いてあったけど、まあ、それは文章として受け取ってねしかしね実際そうですよね で、皆さんね、神様が皆さんに悪いことをすることは一度もありません。そしてね、皆さんが見捨てられることもありません。ね、皆さんが離れなければ神様は決して離れないのですね。そしてね、神様の愛の素晴らしさは、何を素晴らしいのかというと、えっ、ー、と、私たちの罪とか、失敗とか、欠点とか、 それらをすべて知った上で愛してくださってるのですね。でこれはあの何とも言えない喜びですよね。だから皆さんね神の神の前に隠しちゃダメで隠したって知ってんだ。ね神の前にですね照らってもダメなんですで。真実を知ってるんですね。その上で愛してくださってるん,んですね。 で神様が祝福してくださった人はね聖書はもう意図的に書かれてますよね。どうして意図的と思うのかっていうとその時一つ分かるわけですね何かっていうと神様はね憐れみと恵みを持って真実の私たちを愛してくださるっていうことが分かるわけですよね。ですからですね驚きます。それと共に、ね、神のの愛っていうのは実質があるわけで 実質があるというのは何かっていうとね実際的にいろんな私たちの生活とかまた歩みの中に介入をしてくださってそれを表してくださるのですねで私はねあの思いますね私の人生が成功したのは神様に信じたからですあの皆さんの人生はもう既に成功してますどうして神様がいらっしゃるからですで不信感にならないでください老後なんで関係ありません 神様がいらっしゃるからです皆さんね皆さんの直面している困難においてもねどうぞ皆さんね神様のところに行ってください神様は決して悪いようにはされないのですね素晴らしい神様の恵みがその中にあると思っていただきたいとこういうふうに思うんですねそしてねその神様の愛の素晴らしさがそこでのめられてるんですけどもあるいは私たちは体験してるんですけどその時にですね もう一つのことを主は言ってるんですねそれは何かというと「許しなさい」ってこう言ってるわけですね。だから「許しなさい」ってことがあるわけですね。でどうして「許しなさい」って言ってるのかというと二つの理由があるわけですね。一つは何かって言いますと「私たちが許された」。 そのままの形で罪人である。私がそのままい許されてる。たですよね。そして他の人を許しなさいっていうことになるわけですけど。私たちが許されたことに比べれば、他の人を許すことは軽いことだって言ってるわけですね。例えば、私たちが許された許された内容がまあ、1000万円の借金が暴引されたと考えると、他の人が。私たちに害を加えたのは1000円だっていうことです。 たい許されたからちょっとのことは許しなさい。これは一つですよね。それともう一つはね、えー、っと、私はね、あの、マーリンさんを通しての教えの素晴らしさ、感じますね。だって、許しなさいって言ってるから、えー、っと私、福井金の時ね、許そうとしたんですね。許そうとしたんですね。 許そうとしたんですねもちろん自分の力でやろうとするから、許すってもそうはいかないわけですよね。罪がも,もたげて生きてる、許すっていうのあの、恨みをはね、外さず、くものかみたいになっちゃうわけですよね。それで葛藤するわけですよね。でもね、聖書にはね、すべてのことを感謝しなさいって書いてあるわけですね。許せないっていうのは許せないようなことを受けたってことでしょ。私たちはね、痛みとか。 でもねそれが駅になる駅になるとねその何かっていうと私たちが憎しんだりそれで私たちがさばいたりするね真の力がなくなるなくなるんですよねそれとともにね神様を愛するものは全て益となると書いてあるわけですよねそうしますとねあなたがこうしたことこなたがこうしたことでこういう目に遭ったことって益になってるってことなんですねそうしますとね 実は許すっていうことは私たちの信仰の問題であることに気が付くわけです。ですね。そしてねそれが、えー、と神の愛と大きな関係があるって言ってるわけですよね。それでねよくこういうことが起こってくるんですね。神様に愛されてるんだけど愛されてるって感覚がないと。愛されてるっていうのは理論的によく分かるんだけど実際ね よくわからないあるいは愛されてるはずなのに何かたった一人のような気もするとそういうことが起こってくるんですね。でその場合にね一つはね私たちが信仰がまだ若いのでまだそこまでいかないっていうこともあるでしょうししかして、ね、ある場合はね許してないってことが一つ大きなポイントとしてあります。えー、っとね 先週ね祈ったんですね癒しのためにねっ、まあ、ちょっと大変そうな人だったんですね祈ってちょっと言っちゃ悪いなと思ったんですけどえっ、ー、とちょっと来たのでねえっ、ー、とねお父さんに対して特別な感情があるでしょうってねその人ねそれを持ってたんですよね私はね平安がない理由はね それれだと示されました。具体的にね。ですから皆さんね私たち裁くっていうことは実はね愛の具体的な実質が私たちのうちにとど、えー、まっちゃう一つの大きな理由であると,ということになる。だから許す許す。許す 許すことがね、重要であると。いうことですよね。そしてね、裁く場合に。一つ。えっ、ー、と、ある方々はね。まあ、自分を。許せないっていう方もね。いらっしゃいます。ね。自分を許せない人。ね。まあ、手あげにくいよね。 自分は全世界だからね少なくともあ手挙げたとか何か言ってねあの辺のあの人は誰,誰だろうとか何か言ってね <laughs> あ,あの人許せないんだとか何か言ってね <laughs> でも皆さんね自分の思うように自分がやらなかったり、ね、変な失敗をしてしまったりなんて自分がこんなことをしたんだって思いを持ったりねする時になんて自分は、ね。 ダメなもん,なんだってというふうにね感じる方っていうのが多いのですよねでも皆さんね愛せよと言ってるんですね許せよ許せって言ってるわけですねですからね自分を許すえー、っとね今みんなで祈ってみたいとこういうふうに思いますえー、っとちゃんと祈ってくださいよ <laughs> あのー、みんな祈ってその人だけ祈ってないっていうこれはまずいですよねもう許しますっていう時にその人が「許します」って言わないとダメですよねじゃあねお祈りしますので皆さん声を上げて祈ってください「天のお父様私は私を許します」。 多くの失敗をなしそして、えー、とんでもないこともなしてきましたその私を許しますまたあなたが私という最高のものを与えてくださったことを認めます私は最善のものです 感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。えー、っと時間が短いのでポコポコ,ポコ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 行きますけど、えー、っとね、お父さん許せない人多いんですよ。ちょっと手上げてください。上 <laughs> <laughs> げきににくいよね。 お,お父とんと子供できてる人なんてもっとあげにくいよね <laughs> <laughs> で。であのね近い肉親っていうのは結構ねいろんなあの傷をぶったりおったりなんかしますよね。そうするとねお父さん許せないと神との関係に問題が起こるってよく言われます。ちゃんとね神をね愛することができなくなるんですね。だからねお父さん。で私のねお父さんはね お母さんとはうまくいってなかったんですね、まあ、お母さん怒ってましたよ、ね、いろいろ聞かされましたよねただ私にはよかったんですねですからね私感謝してます私にとってね最高の父親でしたしねあの素晴らしい父親でしたでもねそうでない体験を抑えたって方もね多いと思うんですよねでその時にえー、っとねお父さんを許すっていうことは <laughs> 実はね重要なんですで私たちがね神の愛を受けて神の道を歩むために非常に大きな意味合いを持つんですね。ですからねお父さんを許す祈りをしますのねどうぞ許してない人ねなんか下げないようにお父さんも許しますとかね <laughs> そうしないようにね。というのはね許すことと神の愛ってものすごい関係がある 具体的にねそれじゃあね祈りますので皆さん後について祈ってください「天のお父様,お父様私は私の父を許します」いろいろな事柄が許されました傷を受けることもありました,まし,たしかし私は私の父を許します あなたが私の父を父としておいてくださったことを感謝しますあなたが私にとって最高の父親を与えてくださったことを感謝します父親を愛しますイエス様の名前によってお祈りいたしますアーメン。 あとね、お母さん、えーと、ちょっと聞いてみましょうか、どっちかっていうと、父親の方に傷つけられたことのほう、これだったらいいでしょ、別に。<laughs> どっちかっていうと <laughs>、あそこやばいね、<laughs> 光家のところ、っ <laughs> と手を挙げなくていいから、<laughs> どっちかっていうと、父親の方に傷つけられたことのほう、なんかみんな手を挙げにくい じゃあどっちかっていうとね母親の方に傷つけられたかなっていう人の多い人家族で来ている人多いもんねああいたいたいや私もねどっちかっていえばね激しいぶつかり合いね介入してくるからねただね一つ思ったことはね私の20代の時の考えと30代の時の考えとね今の考えとね違うんですよね ね、えー、っと年取ってくるとね見えなかったことが見えてきてね母親がねやったことがもうこちら側としては腹立つことばっかだったんですけど違ったこととしてね神様を見せてくださいましたよねそうしますとね意識が違ってくるんですよねだから皆さんね、えー、っと腹立つでもねちょっと年齢が上がってくるとね 見えてきますよいろんなことはねでもね、えー、と腹立ってねこの野郎なんて思ってる人もいると思うんですけども、えー、とまたね許す祈りを、ね、したいとじゃないと時間が足りなくなるのね <laughs> はい「天のお父様私は母親を許します」「いろいろな傷を受けてきました。 いろいろな痛みを体験いたしましたしかし私は母親を許します私は母親を愛します私に最高の母親を与えてくださったことを感謝いたします私は母親を通して祝福されました皆はあがみます イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。うちの母親はね波じゃなかったんですよね。波じゃないんだけど、今わかりますよね。あの母親じゃな,なければね、こういう息はなかったとかね、こういう祝福はなかったとか、はっきりね思いますよね。でどうぞ皆さんね許すっていうことね。今他人やってませんけどね。 えー、他人もやるってこといいこ覚えておいておくださいそれでねもう一個やらないといけないことがあるんですね。それは何かっていうとねこれからね癒しが起こってくるので、あのー、今までね癒しが起こってますよいろんな方々が癒されたりしてますけど、えー、と主が癒しをなそうとしている、えー、とレベルっていうのはこういうレベルではないのですね。でそしてね主はえっ、ー、と まだうちの教会ではね癒しの賜物が誰やらか分かんないこれはもう完全に不十分な体制ですねでいろんな方々を通して癒しが起こりますが賜物を通して特に癒しが起こるわけですよねそしてリバイバルの時のポイントとしてですね癒しがね重要なポイントですそして霊の働きがね強まる中でそれが起こるので今ね用意を集めます癒しの働きを備える それから癒しの働きが大きく起こる用意、ね。それをね、したいと。こういうふうに思います。それで、えー、っと、毎週ここでね、癒しの祈りをします。いいですか。ただしね、やるときに、ま、ちょっと癒しのことも言いますけど、あのこれが必要なんですね。えー、っと、ま、癒される人がまず必要だってことは必要なんですが、癒しを祈るときに、えー、っとね、 癒しが起こないんじゃないかなと思ってる人はちょっとどいておいて <laughs> あのなぜそうなのかというとね信仰の祈りをするからあのちょっとね信じられない人とかね私を通して癒しが起こらないと思う人はい,いたら邪魔なのお分かりになりますねマイナスになっちゃうのブレーキになっちゃうブレーキにねだからそういう方々はね癒しの 勉強したり祈ったりして信仰を与えられたら加わっていただきたいじゃないと足を霊的に引っ張っちゃう霊的にねでえっとですからねえっとまず一つ一つだけの条件言いますけどねだん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 いろんな条件とかいろんな事柄をね学んでいこうと思うんですがえっとだから今えっと癒しの祈りをしますけどえっと 癒しをが起こる確信がないとかね癒しなんて起こるのって思ってる場合はちょっとどいどいて死、ね、の働きを止めちゃうってことになりますよねそれでねちょっと癒しを祈っていただきたいとこういうふうに思います。えー、これは、えー、っと今すでに癒しが起こっていていろんなところで死の十かで癒しが起こってますが神様がなされるわざでこんなもんではないと非常に大きな波が来ようとしているので。 その備えと準備であるということを、ね、覚えておいてください。それでね病気の人います病気の人。じゃあ病気でない人。<laughs> じゃあ,あの手挙げなかった人のところ行ってください。<laughs> ねはいはいじゃあなん,かなんか病気の人手挙げて。あ後ろにいた光君ね、えー、だっているでしょ じゃあ1ヶ月以内に病院に行ったことのある人はいじゃあそこに行ってください <laughs> はいじゃあちょっとしばらくね行ってくださいはいちょっとこっちに手を挙げてはいそこに行って祈ってくださいあのあの病気の名前聞いてはいはい確信のない人はねちょっと止まっててはいはいじゃあやってくださいはいどうぞやってください

テロ様、お人よ人のカー精神に触れ、癒しを行い、会話を行ってください。イエスキリストの宮へ行ってみず、み病の例を、今すぐん、お人よ人のカー精神ください。イエスキリストの宮へ行って、お人よ人のカー精神を癒されよ、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 よ。イエスキリストの宮屋って、お人よ人のカー精神に癒しを宣言する。 耳がもわっとした形で聞こえにくくなっている人がそこがすっと通りました、えーえー、と右側の腰と足のところが痛い方がこれが癒されました鼻が悪い方が癒されましたエスキストの目ってお視聴者の族精神癒やしを宣言する感謝しますエスも名前によってお願いします雨それではお疲れくださいえっ、ー、と3日前に出てきてください